日だまりのような優しい笑顔、春の心地よい風のような声、あなたと一緒にいる時間は私にとって世界で一番幸せな時間。でも愛するあなたは遠く離れた町で暮らしている。今何をしているの？今誰と笑っているの？あなたに会いたくて、あなたにこの思いを伝えたくて、手紙を書いてみた。あと少しでまた会えるね。寂しいなんて言わない。だってあなたとは同じ空の下でつながっているから。心からあなたのことを愛しています。この思い、彼のもとへ届けて。寂しい思いをさせてごめんね。僕も同じ気持ちだよ。会いたくて会いたくて仕方がなかった。君のことを思えば思うほど、僕の心は君への思いで溢れていく。愛している。